で、ハリスね。ハリスは今こんだけ持ってったよね。もうメインはもちろんいつも紹介してるんですけど、シーガーグランドマックスの 1.2、 これは 1.5 合ってる1.75 あえて合ってるね、合ってる。で、2号、磯に行くときは基本これかな。小さいのがとか、なんかそういうちょっと競技で頑張ろうぐらいの時だったら1号持ってったりとかするぐらいですけど、まあ1号あんまり使うことないもんね。 1.2 がちょっと少ないかな。はい、で最近ちょっと持ってってるのがこのリガーレのハリスね、千賀と龍賀、この辺をたまに使ってます。この前に磯でも実は使ってたんだけどね、はい、でハリスはね、まあ大体そんな感じ。あとこの中に、ね、あと絆創があったり、まあ浮き止めとか、なるほど浮き止めとか入ってたり、あとは頭痛薬ねが入ってたりとか。もう頭痛薬はもう偏頭痛持ちなんでね、もう絶対持ってる、もうあっちこっち持ってます、はい、でもこの小物ケースはこんな感じかな。であとね、入ってるものが、まああとこういうなんかちょっとタオル系ね、軽服タオル系とか、あとこれ浮き取りパラソル、ちょっと中に浮き入っちゃってるけど、これがやっぱないと、まあやっぱタモで救える範囲でね、あるならいいんだけど、大体救えないからね大体ちょっと下げたらもう救えないから、これは絶対あった方がいい。もう何回救えたか分かんない。もう10年ぐらい経ったけど、過去にもう40、50回使ってるんで、その分浮き助かってるから、これも絶対あった方がいいね、まあ、いろんなシーンでね、もうチヌでもグレでも、やっぱあるかないかでやっぱ結構違うんですよ。1回でもだって1000いくらだから、基本的に今の浮きって結構高くなったから、1回取れれば元取れちゃうから、だからもう3、4回だったらもう余裕で元取れちゃう、まあ、ただし浮きが浮いてくる場合、めちゃくちゃもう沈み方向の浮きならちょっと浮いてこない可能性高いんだけど、はい。で、以前紹介したG-SHOCK のちょっとパクリ品のやつちょっと最近ねつけて忘れちゃってた、入ってることは忘れてた。あとはね、お腹が空いた時の予備の、缶詰、うん、最高でしょ。疲れた時の缶詰、さばかない、ね、で、大きいはこれが最高かな、うん、これが、ディーパーの、魚炭です。魚炭、これがね、やっぱこう磯に行った時に、ね、水深が分かんないんですよ。船のあれで魚炭ってある程度見れるじゃないですか。その船の魚炭でこの辺をこういう風な地形で回って正確に分かるわけじゃないですか。ある程度これで水深なんぼだよみたいな。でもこれはもう自分でその投げた位置の直下で綺麗に測れるんで、こう例えばこう磯に行ってこう手前からね、こう、まあ、沖からずっとこう引っ張ってくると、あ、ここでこうなってる、こうなってる、こうなってるっていうこの段差が分かるんですよ。だからこの前沖黒島行った時もそうだけど、これ使った動画出したっけ、出してないよね。一回バーって2、3回かな、バーって投げてずっと引いてきたから、こうだいたい水深のこの地形っていうのは、手前からこう磯がね、こう落ちてるこう地形がなんとなく知ってるんですよ。これでなんか水深がこの辺で今これぐらいあるかなとかいうのが分かるんで、そういう時すごく便利だよ、ね、船長に言ってわざわざ船でこうねこんな往復とかできないし、だから、まあ、これあと水温とかも全部出るんで、俺はねすごく便利です。だからその分またプラスこれを投げる竿とリールとか、まあ、ちょっと持ってってるんですけど、まあ、そんなに遠投、まあ、グレーって遠投するあれじゃないから、まあ、大体このツルハイの周辺だけ何回かこうやって、まあ、なるほどと。これはね、スマホとかタブレットとか Wi-Fi でつなぐんで、 Wi-Fi で使えるその端末ならアプリを入れてね、無料アプリがあるんでそれで全部見れるんで、そういうところではちょっとねすごく使いやすいなと。釣れてる時はいいんだけどね、釣れない時はどっから魚がいるんだ。魚炭だからもちろんその餌撒いて魚炭でこれ見れるわけですよ、魚が何メートルくらいのところにいるって。ちょっとまあある意味ずるいのかなと思うんだけど、まあね、どのぐらい魚が浮いてんのかなとか、でも魚炭で全部出るんで、その点はやっぱねすごくいいなと思って、毎回だいたい持ってってます。でさっきはそこはスルーしちゃったけど、これは日焼け止めでございます。
今年かなんか出たサンカットのパーフェクト UV ミルク、スーパーウォータープルーフの、日焼け止めね。これね、今年まあ何回か使ったんだけど、かなりいい感じです。量も多いし、これで800円ぐらいかな。そんなに高くないんで、あの日焼け止め気になるって方は今年ちょっとこれあのいいかもしれない。ビオレだったかな、確か厚生のサンカットっていう日焼け止め、あの確かこれに上戸彩のなんか写真が写ってたんで、多分すぐ分かると思います。はい、でまあ大きなところはねこれで全部です。でまあこっちのね、この横の部分ですけど、もうこうバサッと入ってる。基本的にね、袋が入ってる。で、マイクロファイバー。ここに入ってるマイクロファイバーは、竿を拭くときね、あの、収納するじゃないですか。収納するときに、竿を拭くためのマイクロファイバーです。で、これが竿受けね。竿受け。これはもう、磯でも、防波堤でも絶対使うんですよ。あの、クーラーに対してね。シマノのクーラーなんで、この、タカ産業の出てる、この L 字の、これ。L 字のやつ、これがね、腐って横に刺さるんですよ。で、これでこうやって使ってると。こう組み立ててね。はい。もうこんな感じで、竿桶でね、クーラーでこうやって刺してると。だから、磯でも、ほんと防波堤でも、どっちでも使えます。だからたまにこれを、移し替えるね。血塗り行くときって基本こっちじゃなくて、もう一個の磯バッグを使うんで、完全に忘れてる時があって、ああ、竿桶がないっていう。ことが多々ありますね。ちなみにもうチヌは多分これから多分ちょっと減るだけです。で、あと袋はね、なんでこれ持ってくかっていうと、自分の場合はクーラーボックスにそのまま直接魚を入れないんですよ。一旦袋に入れて、クーラーボックスに入れると、あの出す時にめんどくさいんですよ。もう帰って疲れてるから、なんて言うんだろう、こう袋に入れておくと持ち上げただけでもうある程度何匹ずつ分かるんですよ。大きいのだったら 3,4 匹とかで分けて入れるんですよ。で、あと持って帰って冷蔵庫に入れるときに一回一回こう出さなくていいんですよね。分かります？こう一匹一匹を触らなくていいっていうのが、魚に直接だから、そういうところで何匹か分けて入れておくと、帰ったときにもう袋で何匹か分かれてるから、もうこうそのまま入れるとね、やっぱこうヒレとかで切れてるんで二重かなんかにするんだけど、その時もだって袋を持ち上げるだけで入れることができるんで、すごく袋っていうのはたくさん持ってってるかなっていう感じです。はい、あとはこういうね、メガネです。まあ自分といえば、まあこのメガネが別に目悪いわけじゃないから、たまにコメントで来るんだけど、目が悪いんじゃないんですよ。こういうキャラクターっていう感じです。で、一応予備のハサミ、で、これなんていうんですか、魚掴むやつ、買ってからまで一回も使ってないよね。なんだかんだで使ってない、忘れてるんだよね、いつも。普段使わないからさ。で、ちょっとこれ以前紹介したジェントスの、ライト150だったか180だったか忘れたけど、これね、こうやって光ってわかるかな、わかります、こういうやつね。これを最近はその夜めっちゃ便利、夜っていうか、まあ、磯に行った時ね、真っ暗じゃないですか。で、さっきのヘッドライトでもいいんだけど、ヘッドライトは集中すぎるんですよ。そういう時にやっぱこれちょっと広く照らすんで、すごいこう磯に上がった後ね、後にすごく便利。ヘッドライトはヘッドライトでもちろん両手が使えて便利なんだけど、磯に上がった後ってそんな両手が使えるどうのっていう、だから磯に上がってしまってちょっと落ち着いた後でにこうランタン代わりじゃないけど、そういう感じで置いてる。で、しかも電池、炭酸電池2本で20時間ぐらい使えるんです。すごい重宝してます。150ルメが明るいからね、これすごい便利で、あと予備の外注ネットどんだけあるねんって感じですよ。これはもうミニタイプね、これも150ルーメンかな、こう分かるかね、光ってるの、これも結構明るい。一応これも予備で持ってってるって感じ。たまーにね、周りにヘッドライト忘れてるっていう。で、あとまた、パンソンがここに一番入ってました。ね、磯はほんと手切りやすいからね。でもあっちこっちになんか入れてるっていう感じかな。はい。で、これで横の部分は以上でございます。で、サイドの部分ですね。ここはもうちっちゃいものしか入ってませんけど、まず出てくるのがビニール袋。
もうこれはもう本当自分の中で必要なんで。で、あとはね、締め具っていうのかな。締め具と、あとナイフでございます。はい、ナイフはもう魚をね、一発で締めるときに使うのと、あと普通にこっちの、神経締め。これワイヤーなんですよ。わかるかな？ワイヤーが入ってて、で、一応この頭をね、打ち抜くっていうときの、この、これ。頭のここをね、こう締めるじゃないですか。その時にこの、なんだろうこれ、これなんていうの名前忘れちゃったけど、これなんかね、1500円ぐらいだったかな、なんかチタンじゃないけどステンレスだったかな、錆びてるでも、で、なんか売ってたんですよ。それを買った。なんか手作り品だし、あのちゃんと溶接でつけて、なんか長さとかも結構決めれたんですけど、この横幅とかね、長さとか、そのなんか魚にあれ応じてなんか作りますっていうので、まあ、作って、ヤフオカなんかだったのかな、1500円か2000円もしなかったんじゃないかなって感じで、専用なんか専用のができるんだと思って作りました。でこのゴムもついてましたね、まあ、こんな感じで、締めるか、まあ、グレででかくてあの美味しくも食べたいなっていう時はこの締め具も使うと。で、あ、今日めんどくせえなーって疲れた、めんどくせえな、とりあえず魚を締めるか締めないかで味が全然変わるじゃないですか。もう血抜きをするかしないかですけど、まあこう使い分けとしては、まあただ締めるっていう時ももちろんこれも使う、まあナイフどの道使うんだけど、もうナイフだけの締めってあるじゃないですか。だって何もしないよりね、当然締めて血抜きした方が美味しいわけなんで、あーちょっとねもう疲れてめんどくせえなーとか、先日もね、お気に入りで一品しか釣れなかったじゃないですか。だから一品しか釣れないから、このナイフで一発で締めて、なんて言うんだろう、あの魚の 目の後ろぐらいっていうかな、あっこに脳みそがあるんで、脳みそと、なんだろう、骨まで行って、血抜きプラス締めっていう感じで、もうナイフで一発締めっていうのにして、で、ほんと美味しく食べたいなっていう時は、これで、血抜きをした後に神経締めをするっていう形にしてます。ややこしいね。まあそのうち今度はね、締める動画も作るかもしれない。結構でも釣りで全力全開でやってるから疲れてるからなかなかね、しかも磯の上で取ろうかなってあんまならなかったりするんですよ。まあでも締めた方が、神経締めした方がやっぱね、1週間ぐらい経ってもなんだろう、うまいめっちゃうまい、ね、って思います。だからお長の時はもしかしたらそうやって神経締めとかをまたやるかな。だから年にほんと1回やるかやらないかぐらいです。でもあるかないかでね、気分的にこう誰か、例えば誰かに送ろうとした時とかに神経締めしておくとより身がね長持ちするとか。はい、そんな感じで、今回ね、この磯バッグ、磯に行くね、もう前提で、入れたものを全部ね紹介、これ全部です紹介しました。まあ見ての通りですけども、撮影機材が非常に多いです。もう明らかに多いでしょカメラ5台に三脚3つにモバイルバッテリー4つにとか、やっぱ1台でもね本当壊れるっていうか、まあ、例えば動かなくなったりとかするとテンション落ちるんですよ。あー壊れたーって動かないとか、バッテリーのケーブルが一番もうなえるのが、さっきのマイクロ USB ケーブル、もうこういうところにも入れてるんですよね。基本こうモバイルバッテリーの中にこうやってマイクロ USB ケーブル入れてるんだけど、これがない時ね、何回かなかったんですよ。マジかーと思って、もう磯に行ってそれはもう本当にうわマジで定点カメラほぼ使えないみたいなことになるんで、そういう点はすごくこう撮影に関してかな、気をつけてるとこでございます。はい、今回はね以上でございます。またなんかね、こう軽いこうできるようか、すぐできるようなリクエストがあったら、コメントの方によろしくお願いします。以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー、あっち扇風機回してるけど、扇風機あるんだけど、じゃあねー。